硬直すべて。劉将にはもはや益州は預けられん。益州を存続させるには劉備殿にかけるしかない。方正、あざなは硬直、冷酷無比かつ謀略に長けた人物である。彼は日々劉将の配下として益州の統治に苦心していた。だが劉将の器はどうしようもなく小さかった。そこへ劉備との同盟の話が持ち上がる。使者となった方正は益州を救うため一計を案じた。問題は劉備殿が神君ということ。果たしてこの悪党の言うことを素直に聞いてくれるかどうか。もうすぐ着くか、仁君の待つ慶州に。ほう、益州はご存知の。これは不義の戦だが、やらねばならぬ。この戦いに勝利し、益州を手に入れるのだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。よっ、そうそうそう、馬がご入り用で。またお待ちしてます。よっ、毎度どうも。
取っておくだ。たっぷり味わえ。その働き、軍中随一を。体勢を立て直さねば。メンチクまで下がるぞ。急げ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
する。私たちで守るぞ。楽城を制圧するのだ。これが生徒攻略の足がかりとなる。進め。やれやれ、しくじったね。劉備殿、あっしは休ませてもらうよ。なんたることだ。俺がいながら、なんともう楽城まで敵が。これ以上進ませてはならぬ。私たちで守るぞ。楽城を落とせると思うな。追い返してやる。思い切りやってやる。とても太刀打ちできん。敵将討ち取った。さすがです。その調子でお願いしますよ。つもりか。生徒への道出させはしない。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。うわあ、もう逃げるしかねえ。急げ。進路は確保した。生徒への道、もはや阻むものはない。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。お見事な武勇。恐れ入りました。
法政の軍略が蜀軍に勝利をもたらした。平軍山の戦いを制した蜀は漢中を制圧。彼はその功を認められ尚書令五軍将軍に任命された。益州を救うために立ち上がった男法政、彼はその能力と執念で劉備を益州と漢中の主に押し上げた。悪を自負する彼の次なる謀略とは。いいんですか、俺なんかを尚書令にして。今回の勝利は法政殿の策によるもの、至極当然かと。それに劉備殿には私からも後押ししました。ふん、恩を売る気というわけでもなさそうですね。あなたはゾッとするほど合理的だ。劉備殿の天下のため劇薬も必要と判断したまでです。あなたの特性のなさは戦場において強力な武器になります。通常そんな人間は劉備殿と相入れないものですが。ふん、お人よしは劉備殿だけで十分。残念ながら俺とあなたの目的は同じ。劉備殿に天下を取らせるまで共闘と行きましょう。ええ、これで決まりだ。では早速次の戦の相談でも。